こんばんは、平井博明です。皆さん、人類みな手打ち動画見ていただきましたかね？ありがとうございます。いつもすいませんね、ありがとうございます。今日はですね、ボール打ってみようと思うんですが、いきなりですが手打ちで打ってみたいと思います。しかも悪い手打ち、行ってみましょう。平井博明のワンナップゴルフ。悪い手打ちというのは、体が正面向いたまま打つのが平井は良くないって言ってました。言ってましたね。体も止まった、下半身も止まった、すごい悪いスイングですね。球はどうでした？いい球ですよね。そうなんです、そうなんです。じゃあ次に、もっと体が止まる、こういう状態で打ってみます。ちょっといい感じに肩が回っちゃったんで、じゃあ右向いたままぐらいの感じで打ってみようかな。いい球っすね。じゃあ次、振り遅れぐらい、振り遅れってこういう感じで打てたらいいっすね。まあ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 、そういう風に打つことあんの？木があって邪魔な時とか、一番だからこれだよね。この普通に構えてやっちゃいけないやつ。そう、やっちゃいけないやつ。右肘も引けて、フォローもちっちゃい、体も回ってないけど球はまっすぐこの前やっちゃいけないよって言ってた。そう。でも例えばじゃあ俺がね、18ホールショット全部ね、これでこうやってこの感じ、めっちゃいい球、あれだったら70台出る、普通に70台出るな。だから別にいいんです体回ってなくてもいいですし、肘引いて打ってどこリードしてもいいですいいです。いるもうが力もうが何でもいいです。じゃあ最後一発、めっちゃくちゃ打ち急ぎで打ってみるね。すげえいい球、何でもいいんですよ。僕は今よく打つ前にルーティン、プレショットルーティンとかって言うじゃない。打つ前の動作をきっちり揃えなさいとか、生活ルーティンとかいろいろあるじゃない。俺は今ショットの中にルーティンが入ってるの。
それ何が入ったかっていうと、俺のルーティーンはインパクトをこうやってゼロに戻すのがルーティーンなの。そうそれをわけわかんない変なスイングに全て入れてみた結果、いい球が出た。入れちゃうんでしょ。そう入れちゃう。あのね、抜けらんないの。癖なんでしょ。癖。インパクトを綺麗にゼロに戻してナイスショット打つのが癖なの。戻しちゃうの。そう、なんか反応しちゃうんでね。だからもうスイング中にこうなった時点でよいしょってそう戻しちゃうの。あとはそれ調子に乗ってこうやってなった時にこうやって戻しちゃう。ああ、調子に乗ってこうなっちゃう時あるんだ。ある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 。逆に行き過ぎちゃうと、おっと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 ってこうやって、わかんないよ、やってるかどうかわかんないけど、でもインパクトをこうやってゼロに戻すのが癖。いい癖ついたなと思って。だから球を曲げるとかストレートボールとかがやりやすい。インパクトゼロ理論を取り入れたら、取り入れたらって最初からやってるんだよね。難しいことをやってないんですって俺結構動画でも言ってるんだけど、本当に難しい考えすらしてないの。もちろん行動もそうだけど、けどインパクトゼロはさ、うん、難しくないのかもしれないけど、うん、難しいよね、そのゼロに戻すことが。確かに大変だよね。すぐ戻そうとしないと戻らないじゃない。そう、それなんでかって言ったら戻せるスイングをしてないんじゃないかな。ああ、そういうことなんだ。うん、戻せないスイングっていうのは、例えばトップを作って結局クラブってこうやってこうやってバランスを取っててもらいたいわけよ。これがこうなったらクラブって落ちるでしょ。もうこうなったら振り遅れるから。それだと戻せない。戻せない、戻せない。こうやって入るから。だからこうやって持っててこうやって回るじゃない。で、こういうスイングをしてたら戻さなくても戻るわけよ。でもこれがバックスイング取るよっつってこうやってやったり、トップからインパクトが腰から動かなきゃいけないんだよって言ってこっからこうやって回したらこうやってなるわけよ。そう、でこれバランス取れてないでしょ。もうこれで球右行くから、なおかつそれで間に合わそうとしてこうやって打ったらもう満ち出るから。だから体の軸に対してクラブのバランスがこうやって取れてなかったらボールっていうのはまっすぐ飛んでいかないの。だからそれを無意識で多分プロなんかはやってる。確かに遠心力に勝とうとしてクラブをこうやって戻すのは大変よ。それができない理由って必ずあるから、動きとしてね。その方がインパクトがどうしてもクラブがゼロに戻らない理由ってあるから、それっていうのはクラブを自分の軸のバランスに対してこうやってうまく使えてないんでね。だから前傾するじゃない。前傾したら回転も斜めになるじゃない。もちろんこの時にこうやってなってたり、地面に対して平行になっちゃったり、上半身の軸に対してクラブが同じ角度でこうやって見れてないといけないんでね。これがずれてるだけでクラブは遅れるから、だいたいこうやってあげるから、横に横にこうやってスライドしてあげるのが多い。あとはもちろん逆も見るのよ、こうやって上になりすぎる。そう、そうするとこっから直線的にボールに行くからボールを潰してスライスが出たり、左に低い引っ掛けが出たりする。必ず自分の前傾の角度に対して垂直の角度でクラブを振ってあげたら、ボールっていうのは何万球打ってもこうボールっていうのは曲がりづらくなる。必ずここの前傾に対してクラブをこうやって使ってあげる。そう、取れてました今。取ってます。はい、あれとかめちゃくちゃいい球。体の軸に対してのクラブの使い方、動き方っていうのもめっちゃくちゃ大事。それが戻せるかどうか、要はこうだから。これだね。そう、これがインパクトゼロだから。これがこうやって外れちゃうと、ちょっとでも外れたらもうこうやって外れ放題になるから、だから必ずこうやって刺しといて、こういう動きがスイング中に入ればクラブっていうのはブレない。それめちゃくちゃ大事だな。軽々しくインパクトゼロインパクトゼロってもしかしたら言ってきたのかもしれないけど、その重要性っていうのはやっぱり打つ球で分かってもらえると思うんだよね。それぐらいクラブフェイスがターゲットに対して垂直に戻ってこれないと絶対狙ったところに行かない。だから悪い手打ちから始まっちゃったんだけど、その肘を引いてこうやって打っても結局どうやって打ってるかっていうと、こうやって構えてバックスイング通るじゃない。体回転しないで左肘リードでフェイスを早い段階でもうまっすぐ向けるわけよ。で向いたと自分で思ったらこのまんままっすぐこうやって抜いてるだけだからボールは曲がんない。原理っていうまでかっこいいもんじゃないけど、結局フェイスをまっすぐキープしてるかどうかだけの話なの。こうやって例えば構えるじゃない。
こうやって構えてもこれがまっすぐねって自分で分かれば、こうやって構えてもボールっていうのはある程度飛んでくる、まっすぐ。逆もそうよね。こうやって閉じてて、こうやってなればまっすぐ行くのねって分かってれば、こうやってまっすぐ飛べるから。ああいう感じっていうのが感覚として、度合い、フェースの開き閉じの度合いの感覚として覚えてれば、どういうショットでもうまくこなして打てるんだよね。でもそれも全部球筋からスイングを考えてるだけ。さすがに軸が傾いてたりすると、戻ってこれないんだよ、うん、おや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 いい質問出ましたね。じゃあ例えば今6番ヤンです。170ヤードのパー3、絶対ないけど、グリーンの手前に2、30メーターの木があるとします。アドレスこうでね、普通はこう。でも高い球打たなきゃいけないんじゃないかな。もうやばいよね、軸。右傾いてるよね。これで、見えないね。でもめっちゃナイスボールよね。じゃあ今度釣りやってる人だったら分かると思うんですけど、グリーンの手前までずっとオーバーハング、木が覆いかぶさってて、その下を行かないとそんなショートホールないんだけど、要はスティンガーよね。さっきの逆ですよ。こういう感じ。こういうショットってボールの位置適当ですよ。さっきと逆で、もうこんねぐらいにして、もうこういう感じ。低い球、ちょっとドローきつかったから、その度合いを今度変えてみます。もうああいう感じよ。軸がブレててもあんまり変わらない。その球のために軸をわざと傾けてるから、その中でもフェースは絶対にターゲットを向くってことはやっちゃうんだよね。じゃないとまっすぐ飛ばないってもう分かってるから、どんな構えしようが何しようが、このフェースの向いてる向きっていうのは打ちたいところを向いてる。こうやってやっても、かかと体重は良くないっつって、こうやってかかと体重にして右体重でこうやって打っても、まっすぐは行くから。今のもこうやってここにこうやってなりたいって言って打ってるから、これまっすぐでしょ。こうやって打ってるから。だからこんだけ右に軸が行ってても、こんだけ右体重になってて猫背でかかと重心でも、結局ここでこの体勢。そう。これでもう球はちゃんと浮いてくれて、ボールはターゲット方向にポンって飛んでいくから。だから元も
個もなくなっちゃうかもしれないですけど、動画の意味がないね、うん、すいませんね確かにそうだね。トール君今まで何百本って編集してくれました、いろいろやってくれたんですけど、確かにぶっ壊しちゃったかもしれないそう、ただそれぐらいインパクトでクラブフェイスが変な方向向いてるとボールももちろん変な方向に飛んでってしまうってことが言いたかったんでしょうね。それぐらいインパクトでフェイスがまっすぐ戻ってくるっていうことがめちゃくちゃ大事なんです。それって口で言っててもしょうがないんで、実際打ってみようと思って今ちょっと打ちました。個性的なスイングをしてても悪いわけじゃないんですよ。だから前シャフトの動画の中編か後編で、年配の方の方がスイングに味があっていい、それと全く一緒のことで、やっぱり自分のオリジナルが濃ければ濃いほど自分の思い通りの球が打ちやすいって思ってもらった方がいいかもしれないですね。作られた直されたスイングっていうのはもちろん綺麗なスイングする方もいるんですよ、いるんですけど、自分が打ちたい球がそれで打てるのかどうかが一番の問題なので、そこがやっぱポイントになってくるんですよね。だからちゃんと自分が本当はこうやって動きたいっていう動きを大切にしてもらって、元祖自分のスイングっていうのをもっともっと大切にした方が僕はいいなとは思います。それは僕はずっとゴルフスイングを習ってないんで余計思うことなんですよ。ポイントはいろいろ言ってもらったりはしましたけど、ここがこうなってるからこういう風に動こうとは言われたことないですよ。別に直したこともないので、なんでそれは僕は良かったなと思います。もちろんレッスンに通うことはすごく大切だし、いろいろチェックすることはすごく大切なことですが、チェックするポイントが間違ってたりすると自分のスイングを壊しちゃったりするので、その辺は注意として意識していただいた方がいいですよね。左肘抜いてもいい球打ててんじゃんと思ったら、ぜひグッドボタンの方お願いいたします体回転しなくてもいい球打ってんじゃんともし思ったら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で今回はですね、わけわかんない動画になってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。